今日のゲストはですね、まあ、オーストラリアのシャッパ写真がやっぱり,ったり、はい、ね、一番有名ですよね。ねはいはい、あれ、オーストラリアって何年。えー、来年で三十五年です、ね。お、すげえ。まあ、最初行ったのが八十八年、ちょっバブル真っ盛りの頃で、<ー>はい、会社辞めて行って。はい、ああ。 そしてシドニーオリンピックがあってあれが一番ターニングポイントですそうですよねでまあ大阪大使館とかスポンサーついてくれたんでねすごいですよねまあそれで有名なほんと相原さんがですね今日のゲストでなんとはハロニエの話をすると相原さんと俺が最初に会ったっていうのは何年前だろうねえ98年ですね年シカリ 撮りませんか?」っていうか撮るカメラマンを募集してて「うちの出版社誰かいませんか?」って言われてそれで「じゃあ僕行きます」って言うんでただあの時はボランティア見撮影で「顎ごはしか出なくてギャラ出ないんですよ」とか「学生時代北海道お世話になったからジンギスカンさえ食べさせてくれれば行きます」って言うんでさすがジンギスカン確かなんか鉄道の写真も結構撮ってましたよね まあ最初 SL を撮るに北海道に来て当然 SL なくなっちゃうわけですけどあの SL って1日に本しか来ないから待ってる間に北海道のこう人の感じとか風景とか見ててあ SL なくなってもそれがいいかなと思ってそれでまあローカル線とか撮っててまさかでも当時こんなに。 JR になって鉄道なくなると思わなかったから今はんかすごく大事なアーカイブになってしまったあそっかそっかただやっぱり SL なくなった後ってディーゼルカーしかないんでディーゼルカーしみんなてっちゃん来なくなったんで、うん、意外とあの時期ってこうみんな北海道撮ってなかったんで、うん、ああ非常にタイムリーだったんだそうよく <laughs> えー、なんかディーゼルカー撮って面白いのってよく言われたんで, <laughs> で最初確か僕あったのは両道子さん 一緒に来たんですよね、確かあっ亮さんも先に来ててで浦島さんって地元の写真家いるからって言われてそれで司会別荘のロケの時にロケ屋に行った時最初お会いしてあそうかかもう最初に会ったのはその亮みち子さんと一緒に愛晴さん来てうちの親父の家で会ったんだね確かねあえっとねその時村松さんと一緒だったんで亮さんはもう先に帰っちゃったんでああそう あはいであの、うん、豊子のご実家であって、うん、それで、まあ、これからかウエスコを撮らしていただきますんでみたいな全然覚えてないそうですそれで1年間鹿エ唯コ撮って、うん、はい<ー>で何度かね、はい、それから会ってうちで、えー、英語でねはいトークショーやって <laughs> トークショーやったり <laughs> いろいろやってもらったことあるんですけどまあ英語はねオーストは全然できなかったですけど、はい、あれですかねあのそしたら相原さんとこの春芽の出会いって言ったら、うん、やっぱりうちの親父が関係してんのかなそ,うですそれまであの、うん、姉崎一真さんの春芽切って見てて、うん、あ広域がどっかにあるんだなって。 だけどそれが豊洲にあるって知らなかったんで、うん、あの写真絵本だと別に細かいこと書いてないんで,すよ、ねはい、で今みたいにインターネットがない時代だから風景からしてどっか北海道なんだろうなと思ったんでそ、ね、れでまあその鹿島り別国、うん、撮る時にこういう北海道の写真がいるからってんで、うんうん、作品見せてもらって。 いいただいただに結構びっくりして、<ー>でまあインパクトがあるっていうかまああのなんでしょうね「春に」で愛が強い写真とか <laughs> いや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 もう10年間撮ってましたからね、えー、でここでこの町で住んで、えー、であの窓からね、はい、見てああ今日は面白そうだなったら出かけて、はいはい、まあ大体。 十分までは来れるんじゃないですかね。そうですね。まあそういうところに住んでたから、もしかしたら十分もかかってないかもね。当時ここまであの車入れたんですよね。ああ。今入れないですけど。いや、姉崎さんあれですよ。偶然にも前回が姉崎さんだったんです。あ、それは光栄ですね。もう一週間とってない。あ、そうなの。そうなの。うん。そのつながりも。 それでもお父さんの写真拝見してこれはちょっとと思って、うん、反面あこの木は取らないようにすると絶対かなわないと思って <laughs> そのテクニック的には例えば浦島さんのお父さんに上手に取るのはあってもでも浦島さんのお父さんにきれいには取れないと思って。 やっぱりそこら辺が愛情の力の差ってあのね、なんとなくわかりますよ。というのはね、うちのおおおおおおお北道こんなことやってる暇ないですね。あのうちの親父もね、それまではモノクロだったんですよ。で、からに転向して、まあ初めとのあれじゃないかな、被写体になったんじゃないですかね。おお、来ましたね。白鳥だ。白鳥ですね。あっちも来てる。 うん、<ー>なんか愛情は強いんでやっぱり最後写真ってそのどれだけ被写体を愛してるかっていうのは単にテクニックだけだったら上手に撮る人はたくさんいるんでテクニックで撮る写真家って結局最後は消えちゃうんでうちの家内が学芸員なんで<ー>テクニックとエフェクトに頼る人は大体美術史の,あの <laughs> 歴史家で大体消えるってあ最終的には愛情愛情と独特の世界観 僕まだチャンスありますね。まだあります、ね。ありますよね。<あ>愛情は。愛情は。愛情は。<laughs> <laughs> やっぱり、もう死ぬほどこの被写体が好きだとか。うん、そうじゃないと、やっぱり取れないです、ねうん。ああ、かなりチャンスあるかもしれない。相、はい、<laughs> 原さんだけど、ここで何度か、やっぱり取ってますよね。まあ、本当に、あの。うん、お恥ずかしい、か、形。 簡単に形ぐらいの写真ですね。いや僕ね、いまだに覚えてることがあるんですよね。ええ、あのね、最初初めて一緒に来た時から、うん、あの来た時まではすごくにこやかにこうやって話したんだけど、ええ、一旦撮影モードに入ると、はい、一言も喋らないですよね。まあ一応戦闘モードに切り替える。まあ、いやいや,いや本当本当。あれを見た時、ああもう話せないって。 うん、思いましたよねだからやっぱり撮影に行く時ってそのスイッチをどこで入れるかっていういやいやいやあのスイッチの入った時はちょっとね 近寄り難かったっていうか、うん、よくうちのアシスタントもスイッチ入ってるときは絶対近寄らないっていうの、う<あ>半半径三メーター以内行かないっていうの、<laughs> そう、入ったら <laughs> 入ったらやっぱりなんかものすごい目に名まれるとか、<laughs> あとなんか話しかけると黙殺されるい,う <laughs> いやわかるわかる気がする、うんうん、だから大した時だったあの。<laughs> うん カルネ通関書を送れるんで、うん、カメラたくさん持っていくんで通関書もらったあたりからスイッチをオンにして、うん、それでだんだんコンセントレーションして、うん、やっぱり気,分気持ちを集中していきます。やっぱり毎回行く時自分が撮ってくるのが世界ナンバーワンみたいな、うん、やっぱりよく「2番じゃダメなんですか?」って言った人いるけど、うん、残念ながら2番じゃダメなんで。 一番い機材メーカーは貸与してくれるけど2番の人には貸してくれないよねそうですよね今結構いろんなところでやってるんじゃないですかあこれあんまり言わったらダメかまあ一応でもフジフィルムさんとあとパナソニックのブランドルミックスのその2つはメインでやらせてれそ言ってもいいんだそれはもう向こうの広告出てますんで別に秘密ではないんでいやいやいや 春にえだけどその時だけじゃなくてあと一回か二三回ぐらい来てるんじゃないですかね。まあ富士が新しいデジカメを X100P 出した時にまあなんかちょっと優しい風景の欲しいってそれでその時撮ってあとは数年前にやっぱりちょっと別のあの旅物みたいに取ったりたはいそれでもやっぱりまあお父さんの方と。 あんまり自分で「春にエレを撮りました」とは強くは言ってないんでやっぱり出したらでもこの浦島光一さんと比べてどうって言わたらいやごめんなさいっていやいやいやそれはあれですよ今頃天国でうちの親父も喜んでますよあの相原さんがそうやって言ってたっつってでもやっぱりモノクロの写真がもっとインパクトがあったんですよねちょうどお父さんの作品整理頼まれて見た時「えこれをんかアマチュアで撮った人がいるの?」って言うんで。 あれはいまだに目に焼き付いてて<ー>うちのアシスタントのことプリントと根が整理してて、うん、これでアマチュアってすごいよね<ー> <laughs> って言ったんでいやそういえば俺、うん、考えてみたらうちの親父が銀座で、はい 写真展終わったときにずっと来てくれてて。そうです。まあ、まだ浦島さん写真全然やって。だからも、もう、もちろんね、あの時はもう全く写真やってなくて。ええ、あのお客さんが来るたびに、なんかビクビクしながら。ええ、なんか質問されると。全く答えられなくて、ええ、その時に。にいいね、一緒にいて。あの、照れってくれましたよね。はい まあでもあの銀座のフジオサロンでやるっていうのは一番あの当時ステータスが高かったんで、うんうん、超難関ですからあねよくあのなんか偉い人に「よくあなたのお父さんこれここでやれたね」って言われてまあでも、ねうん、審査突破したっていうかね、うんうん、やっぱりなかなか突破できないですからね死んでるっちこと分かってなくて ああで死ん「いやもう死んでるんです」って言ったら「よくやれたね」って <laughs> 言われましたよね確かなんか、あのー、生きてる人にはやらせないらしいんでだ多分審査通った時はご存命でいやいやいや死んでた死んでた <laughs> 申請した時にそんなこと一言も書いてないんだと思うああ、うん、だから分かってなかったんだと思うんですよねああまあだからやれたんですねはい、はい、きっとねまあでもインパクトありましたしねああああああそしてその後に確かには「そっか考えてみたら」 うちでもあの時いいもん見せてだいたなっていでも独学であれを撮られたってすごいなと思ったんでやっぱり今インスタ映えみたいに撮る人ばっかりなんでなんかちょっとあれ見て地元に根付く写真ってこういうんだよっていうのは僕ねそのおやじがね10年撮ってねこの木が撮り尽くしたってね その後、一度もってないんですよね。あれが意外とね不思議だったんだけど姉崎さんも全く同じだった姉崎さんも何回か来てるんですよ来てんだけどね全然その戦闘モードで撮らないんですよもうこの前の時に聞いたらいやもうあれは卒業して次に行ってるからって多分木からはいおしまいって言われたんじゃないですかいやいやいやなんかそういう時ってあるんで。 自然のはいこれもういいでしょって言うんで僕まだ言われてないですやっぱり大差取っても急に取れなくなる時あってその前にやっぱりもうこれでいいでしょってその場所から言われる時ってあるんでただそこは卒業なるほどなるほどオーストラリアからもう言われたんですかオーストラリアからは言われたのそのある大差いくつかターゲットになった場所でやっぱりここはもういいんじゃないみたいなもう取れたからもう日本に やっぱり風景とかこう自然も大事なのは、うんうん、どれだけ被写体とコミュニケーションできるかっていうのがですごく微弱なシグナルが出るわけじゃない、うん、それをいかにキャッチするかっていうのが、うん、だからよくあの風景とかネイチャー撮ってる人で人と話すの嫌だからコントロールって言うけども人とコミュニケーションできない人は自然ともっとコミュニケーションできないんで。<laughs> だってもっとシグナルが微弱なんじゃないですか<だ>例えば右向いてしたら大体の人は右向いてくれるけど <laughs>、うん、木に右向いてって向いてくんないじゃないですか言 <laughs> 言える言える言える,言えるだから本当になんか昨日とちょっと風の匂いが違うなとか、うんうん、どっかが違うってその第六感的なのが感じないとそうしないと多分綺麗な写真だけでなるほどその綺麗な向こう側を撮らなきゃいけないんで綺麗なだけだったら本当にもう入って捨てるほどいるんで。 なるほどね。ええ、この木でそういうようなテーマで中ていうかそのとこまで、えー、やるって大変ですね <laughs> まあでも時間かければ大丈夫ですよね、ええ、うんやっぱり時間が一番大事で<間>エイジングする時間ってなるほど。 ただ日本の場合はやっぱりちょっときついかもしれないのが日常がそこにあるじゃないですか日常の中で集中しなきゃいけないから砂漠みたいなとこって日常がないんで朝から晩まで非日常なんでだからそっちの方が逆に取りやすいかもしれないだってちょっと言ったらコンビニがあってなんかレストランがあってそういうところでいきなり集中しなさいっていうのはかなりだけど相原さんもあれですよねやっぱり砂漠オーストラリアの砂漠行ったりもう本当に。 ガソリンスタンドがないようなところで撮ってるんですよね。はい、もう下手まま一本間違えると本当に命もまあ一回いいを書いたことありましたね。<laughs> はあ<ー>。大お砂漠ばく十でバイクで行く時にあ,あ,あのなんかレインジャーに届け出して一<あ>週間経って向こう側から連絡なかったらああああ黒い袋を持ったヘリが君たちを探しに来てくれてえ、黒い袋って何ですかって君たちの下入れる袋だよって。<laughs> その時さすがにそこは何人も死んでるんでバイクでそれで遺書,遺書っていうのは手紙自分を渡る手紙と友達とうちの親にも手紙書きましたあーまあそれを考えると春にレはそんなね危険性はそんなにないけども、えー、僕も一度ここであの吹雪の日に迷っちゃって、えー、あどこにあるどこもうで、ね、駐車場がここまでだったら普通だったら黙ってても歩けるんだけど。はいはい 気づいたら全然違うところ歩いてたんですよ。だってちょうどもう八年ぐらい前北海道猛吹雪ギあってなんか何人か家の近くで亡くなっちゃった一人じゃないですか。うんうん、やっぱりホワイトアウトになったら分かんないい,いやーいやびっくりしましたね。もう全然違うところあっちの方歩いてんだもんだって。うん、でその時どうどうやってど,どこ来てるか分かんないからあのそれこそカメラをあの、うん、三脚に立ててそして写真をちょっとあ写したんですよ。木が全然違うところにあったのああこのこの木が。 うん、それでああもう全然違うとこ歩いてるっていうの分かってそうなんですよねだから知り合いで北海道のある企業の営業マンの人がホワイトアウトになって車運転的なハザードつけて止まってて、うん、ホワイトアウトが終わったら、うん、なんか道北の町の商店街の真ん中に止まったっ、うん、<laughs> それぐらいやっぱり位置が分かんなくなるいやあの時はねびっくりしちゃったね、えーうん、んかその吹雪の中の春日を取りたくて来たんですよねや、えー、やっっぱぱりりそうういこと 無理しない方がいいですね。そうですね。やっぱり意外と身近なの方が危ないですよね。相原さんだったら、この春にも、まあ、結構もう本当に取り尽くされてるような感じもするんだけど、はいええ、ここで撮るとしてどんな写真撮ってみたいですかね？なんかモノクロで、うん、なんか木のこうなんでしょうね。声が聞こえるようなのを撮りたいなって。 あやっぱりカラーだとなんか逆に木の生命力が出ないかもしれないんでいやそれだけの面白いかもしれない <laughs> 意外とここをモノクロで撮ってる人って少ないってい,いうよりあんまり見たことないほんでさっきモノクロ撮ってはいあーそうかやっぱりカラーって色とか<ー>そっちで目を引くから逆に被写体の力っていうのが<ー>見えなくなる時あるんで<ー>結局春になると後ろの空の色とかそういう方でこう コラボレーションして見せるのが多いじゃないですか木自体のパワーを感じるんだとモノクロの方がいいです、うん、だから今落語家さん撮ってるのは、うん、全部モノクロにしてるのがカラ、うん、だと例えば着てる着物とか帯に色がいっちゃうとか、うん、あと後ろの、うん、あの背景に目がいっちゃうけど、うん、やっぱり落語家さんの表情に化したいから逆にモノクロにする不思議とうちの親父はモノクロの写真ないですよあ、そうなの。本当に モノクロの写真、ない。今今気づいたんですけど、モノクロでこの木を撮った写真ってないですね。ちょうどあの時期ってカラーに転向した時だから、やっぱりこの木はカラーだと思ったんじゃないですかね。商品名出してたんですけど、フジフィルムで GFX ってカメラがあって、一コマ一億画素なんで、それこそ目で見えない細かいところ全部見えるってぐらい。それで一回は撮ってみたいな。 ぜひ撮ってくださいよ。はい、いや,やっぱりあの僕もいろんな人が撮るその春芽の木って見たいんですよね。はい、であと見たいのは被写体っていうか何て言うのかなその構図ですよね。はい、うちのおやじはわかると思うけど、はい、ど真ん中が多いじゃないですか。で僕もねいろいろうちのおやじと違うものを撮りたいっちゅうんで、はい、いろいろ動かしたんだけど、はいはい、結局はど真ん中に戻ってきてるんですよ。はい これ力強いんで逆にど真ん中が一番いいのかもしれないだけどど真ん中以外の写真みたいですねど真ん中以外であとはさっきちょっと間を取って空をあと逆にパノラマかなっていうんでパノラマなんか日本ってパノラマ写真で着荷物みたいなんですけど大さみたいな平らな広い国って パノラマで撮れなないいとと写真家としてアウトよみたいな<ー>パノラマーカメラを持ってるっていうのは最初売り込み行った時に、うん、あの向こうのエージェントが来て「パノラマ持ってる」って必ずみんな聞くんで「<laughs> パノラマないとこの国撮れないからね」って言われてやっぱり広いから広くて平らじゃないですか、ね、なるほどやっぱり高さのある日本の風景と違うんでた,<ー>ただ意外と普段不動産の広告とかを撮ってる時にパノラマは結構使うんであ<ー>、はい、あそういやいやいや もうね忙しいところねなんかねもうあれですよね今日そのま,まあまバイクでバイクで札幌まで行かないゃなんないですよねその時間もだん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 近づいてきてるんで一応今日はこれで終わりたいと思うんですけど最後になんかあですかあの春に関わることやなんかであの一言言ってもらって終わりたいと思うんですけどまあやっぱりこの木がなかったらそんな十勝ってあのこれほど来ることはなかったんでなんかやっぱり東京から北海道にいますって さてっちゃんとか来てるとどうしても道東とか道北って言うんでんか十勝って通過点だったのが<あ>でも春にがあったご縁で十勝来ることになったら、まあ、光別湖にしろ、うん、まあ十勝、あの,ー、トカチのこう平らな風景にしろ、うんうん、なんかすごくあこういうところがあってちょっと日本離れしてるなってやっぱり知り合いです巌や観光局のマネージャーが来てこれほど景色が良くて。うん これほど食い物が多いエリアが、うん、なんでこんなに売れないんだろうってんで <laughs> それぐらい言ったんですごいこと言ってる、えー、いや確かにそうかもしれない、えー、だからやっぱりそれぐらいインパクトがあったんでもうんうんうん、やっぱり今は必ず北海道行くとトカチっていうのが訪れる場所なんで、うんうん、ねえもうとかあの飛行機に来たら朝日堂のねどうなんですね今日だけど 残念ながら休みなんですよ。残念。残念だよね。まあ、はい、あとは、あの、帯広 <laughs> のインディアンカレーです、うん。ああ。お <laughs> 今回、ちょっとインディアンカレー食べられないんで。<laughs> まあ、でも、やっぱり。あの、やっぱり、そこの土地を取るって人がご縁になるのが多いんで、うんうん、やっぱり、その。浦島さんのお父さん、ご縁っていうのは大事だ。はい。いや、本当、今日は、どうもあう。ありがとうございました。どうも。